新次元ゲームネプテューヌエイジ。早速例の大穴の写真がネット中に出回っていますわ。これを見てくださいな。今まで見たことないわ。嫌な予感がするわ。ならさっさと調べた方が良さそうね。ネプテューヌ、ベール、ブラン、付き合ってくれるかしら。ええ、構いませんわ。私もノープロブレムだよ。サクッと行って、サクッと調べて、サクッと帰ってこようよ。なら私も。ダメよユニ、あなたたちはもしもの時に備えて待機してなさい。もうノアルったら、またユニちゃんにきつく当たるんだから。そうですわよ。そんな言い方では伝わるものも伝わりませんわ。ユニ、よく聞いて。別にノワールはあなたを邪険にしているわけではないわ。何が起こるかもわからないこの世界で、私たちの留守を任せられるのはあなたたち4人だけなの。お姉ちゃんの説明わかりやすい。なら私たちもお留守番頑張ろうね、ラムちゃん。うん、頑張ろう、ラムちゃん。そういうことだから、ユニもしっかり頼むわよ。うん。それじゃあ、イース、サクッと行ってくるね。わかりました。皆さん、どうか気をつけて。リアちゃん、どうしたんですか？自分でもわからないんですが、胸騒ぎがするんです。お姉ちゃんたち無事に帰ってきてくれればいいんだけど。もうネプギアは心配性なんだから。あのお姉ちゃんたちが4人揃ってるのよ。誰が相手でも負けるわけないじゃない。なんて言ったって超強い最強フォームもあるんだから。あんたもネプテューヌさんの妹なら少しくらい楽観的に考えたら？そうだよね。心配しすぎだよね、私。ここからなら誰にも見つからないよね。帰ってくる時もお姉ちゃんたちと時間をずらせばいいだけだし。一人でどこに行くつもり？ユニちゃん、夜空が綺麗だから星を見ようと思って。あんたがそんなロマンチックな趣味してるわけないでしょ。嘘つくならもう少しマシな嘘つきなさいよね。ねえ、行くつもりなのね。うん、どうしても胸騒ぎがして。だからユニちゃん、このことはみんなには。なら私も行くわ。え？あんた一人じゃ危なっかしいしね。ついてってあげるわ。ありがとう、ユニちゃん。別に感謝されるようなことじゃないわよ。またゼロ次元に取り残された時みたいにドジ踏まれちゃ困るしね。それでもありがとうだよ、ユニちゃん。あ、けど私たちが二人もいなくなったら大騒ぎにならないかな。長居するつもりはないし、別に気にしなくてもいいんじゃない？それでも不安ならベッドにクッションでも入れて膨らみ作って、今日は早めに寝ますの書き置きでも残しておいたら？あ、それいいかも。ちょっと待ってて、準備してくるから。